一方、こちらは高松市の栗林公園にあるソメイヨシノの標本木です。咲いている花は一輪もなく、香川県も今日は開花とはいきませんでしたが、つぼみの中にはもうすぐ咲きそうな状態のものも確認されました。まだもう少しかなという感じですが、まあ、成長はしている、まあ、順調に成長はしているんじゃないかと思いますね、はい。香川県内は明日以降も気温が高い日が続く予想で、気象台は今週中に咲く可能性はあるとしています。